ぱ AS 消えましたもんね。で特に毛髪の根元側がもうくるくるくるってこう細かく、ウェーブ打ってるんで、あのミリ単位でウェーブ打ってるんで、薬剤も弾いちゃうんですよね。で毛髪ってカーブがあると薬剤が浸透しづらいんですよ。ストレートに塗るっていうのとウェーブに薬を塗るっていうのは状況が違って、内輪と外輪があるのでどうしてもそのムラっていうかついてないところが出てきちゃうんですよね。でそういう逸材のムラが結局伸びない原因になったりするんですよ。でそういう時にでこの辺はもうちょっとその、これはちょっと限定の動画にしようと思ってるんで、これは薄くていいと思います。これを毛先に塗布していきます。薬を取りながらで根元側はつけないようにして毛先の、前回やったところで今つけてます。で薬を垂れ流すような感じでちゃんと取っていくような感じでも凝ってるんで完全にロックできてないんですよね。でもこうしていかないと結局仕上がりがビビっちゃうので、これだと毛先の1センチとかもつけることができるんですよね。なのでもし、しっかりつけたい方はカチオンカセルロースをちょっと。Thank you.
はい、今回の、感じだと今回のモデルさんの、癖の状況で考えると、今回のモデルさんの状況で考えると、毛がかなり伸びてる方かと思います。で根元から相当強い、癖だったんで、比較的落ち着いてるかなと思いますね。これぐらいだと、はい、綺麗にかかったかと思います。で毛先のパタつきがあんまりないんで、こう広がるっていうか収まってるんで、ちゃんとそこが良かったかなと思うんで、と思います。はい、多分、いい感じに伸びたかなと思うんで、ネープがかなり強いんで、ちょっとこれぐらい、なればまあいいかなと思います。完全にまっすぐするできない毛もやっぱあるので、毛髪内部の関係上なんですけど、これぐらいだといいかなと。